ウクライナ戦争の火種が NATO 加盟国に及べば NATO 条約第5条の集団防衛が発動され NATO が直接介入して戦争がエスカレートする可能性があります11月15日ポーランド国内のウクライナ国境から約1 0キロ離れた村プシェボドフの農場にミサイルが着弾して爆発2人が死亡しましたこの件は NATO の緊急対応メカニズムと情報活動と効率性を試していますポーランドとアメリカ NATO はこれはウクライナの地対空ミサイルの5射がポーランドの農場での死亡者発生の原因となった可能性がありそれを示す証拠が増えていると発表しましたしかしウクライナとロシア双方の当局者が相手のミサイルだと非難するなどより具体的な状況は不透明なままです当時ウクライナは全国規模でロシアのミサイルによる大攻撃を受けておりその主な標的は 事故発生地域でもあるポーランド近郊の都市リビウを含む電力設備でしたポーランドのマテウシュ・モラビエツキ首相はロシアの大規模攻撃にウクライナ軍が反撃した時に発射した防空ミサイルがロシアのミサイルを撃墜しミサイルの一部がポーランド国内に落ちた双方とも意図的にそうするつもりのないことを示す形跡があると述べました NATO のストルテンベルグ事務総長は初期の分析によると この件はウクライナの防空ミサイルに起因する可能性が高い。このミサイルはウクライナの領土をロシアの巡航ミサイル攻撃から守るために発射されたものであり、ロシアはポーランド東部の爆発に対して最終的な責任を負っている。と述べました。NATO の条約によると、調査が完了するまでは、NATO 条約第4条に基づく緊急会合は召集されません。NATO 条約第4条には、NATO 加盟国は領土保全、 政治的独立安全保障が脅かされていると認められたときはいつでも協議するとされていますどのタイプのミサイルが国境を越えプシェボドフの農場に着弾したのかは不明ですが自己画像に映っている破片は S300 が使用する 5V55 ミサイルである可能性が指摘されていますロシア当局は現在そのような攻撃が行われたことを否定し 一発または複数のロシアのミサイルがポーランドの農場を攻撃したという主張は挑発的であると非難していますロシア国防省は高精度な攻撃はウクライナとポーランドの国境から35キロ以上離れているウクライナ国内にある目標に対してのみ行ったと強調したいと表明しています11月15日夜ロシアの防衛産業複合体の専門家はポーランドで公開されたミサイルの残骸映像を見て ウクライイナの地対空ミサイル S300 地対空ミサイルシステムはウクライナ軍とロシア軍の双方が使用しています。これらのミサイルを対地攻撃用として運用する場合、精度は専用システムよりもはるかに劣りますが、ロシアは恥と思っているこの弾薬の備蓄を隠すために対地攻撃用にも多用しています。S300 防空ミサイルの射程は一般的には150キロ以下で、 長くても4 0 0キロ以下、5V55 の射程はさらに短く、5 0キロから1 0 0キロになります。ポーランドに着弾したミサイルが 5V55 であれば、着弾地点は占領地区のロシア軍からは遠すぎて、防空ミサイルでそこまで攻撃することは不可能と考えられます。このことから、ミサイルはロシアのものである可能性は極めて低くなります。もし、ミサイルの残骸が地対地ミサイルであれば、 ロシアのものもである可能性が高くなります他の報道にあるように同じ場所に2つのミサイルが着弾したということが事実であればロシアの故意による攻撃かもしれませんこれを誤射と解釈するのは難しいでしょう現代の巡航ミサイルは数十キロの攻撃誤差はないのでミサイルの目標データの入力を間違えない限り2つのミサイルがたまたま同じ目標に当たる可能性は低いからです問題は ロシアが意図的にポーランドを攻撃した動機が何であったかということです。このような危険な方法で NATO の敷地を試すのは戦略的に意味がありません。ロシアの賭けが成功するのは NATO が同盟国が攻撃され戦争の脅威にさらされても集団防衛条項を発動する勇気がない時です。しかし集団防衛条項を発動されたらロシアはポーランドやウクライナを支援するヨーロッパ諸国を敵に回せるでしょうか その可能性は非常に低いでしょうロシアはウクライナ戦争で負けている状況下において第二の戦場を開く能力はほとんどありませんモスクワは現在の軍事的ストレスが十分ではないと考えているか NATO の介入がウクライナの領土を占領するのに役立つと考えているなら話は別ですがそのどちらでもありません NATO もロシアも戦争が全ヨーロッパに拡大することを望まないのには理由があります アメリカも西側諸国も戦争の早期終結のために NATO 諸国への攻撃という代償を支払うことを望んでいません彼らはロシアがウクライナという檻に入れられ徐々に野生を失い将来的に重要なプレイヤーではなくなることを望んでいるのかもしれませんおそらく欧米はこれが最もコストのかからない解決策だと見ていると考えられ積極的に戦争をエスカレートさせることはありませんロシア側からすれば ウクライナでの特別軍事行動が失敗してもこれはロシア国外で起きた災いに過ぎず個々の責任者を犠牲にしてもロシアのサンガは無傷で残っていますしかし戦争がエスカレートすればヨーロッパの他の地域にも波及しロシア全土も戦火に巻き込まれることになりますプーチン氏が自暴自棄になりロシア全土を戦場にすることまで決意すれば話は別でしょうしかし彼がそうしようとしても できるとは限りません現在ロシア国内で彼に反対する声がますます大きくなっておりプーチンを死刑にすべきだという声もありますオースティンアメリカ国防長官は11月16日の記者会見で「ポーランド政府によるミサイル着弾調査を全面的に信頼しておりその努力を尊重しています」と述べましたアメリカがポーランドの着弾調査に自信を持つのは NATO 軍がポーランドに着弾したミサイルを追跡記録し誰がどこから発射したかを検証するのに十分な能力を備えているからです米空軍をはじめとする NATO が運用する E3 早期警戒管制機はこの地域で定期的に情報監視偵察任務を行っている航空機で地上でも各種レーダーがミサイルの詳細分析に利用できるさまざまなデータを記録しています、NATO、は今まで ミサイル着弾の詳細を公表していませんが NATO は結論を出すに十分な情報を持っていることを示唆し基本的な事実判断と特徴づけを行っています詳細が発表されていないのはロシアとウクライナのどちらがこの件を起こしたのかさらに言えば動機を明らかにするためだけかもしれませんそれは NATO にとっては考慮すべき点です NATO はすでに本件の本質と意図的な行為ではないこと 根本的な責任は侵略戦争を行ったモスクワにあることを結論付けています。この結論の明らかな帰結は NATO は第5条を発動せず当然ながら戦争のエスカレーションを招かないということですこれはアメリカや西側諸国さらにはロシアも望んでいる結果ですミサイル攻撃を受けて11月16日ウクライナのゼレンスキー大統領はテロは国境に限ったことではない ロシアのミサイルがポーランドを直撃したこれは大きなエスカレーションであり私たちは行動を起こさなければならないと発言しましたゼルセンキー大統領の顧問であるミハイロ・ポドリャク氏はロシアはヨーロッパ東部を予測不可能な戦場に変えたエスカレートするリスクはロシアからやってくるまたミサイルの件には他の説明はないと声明の中で述べましたウクライナの立場からすれば NATO が直接関与することで この痛みを伴う、いわれのない戦争をできるだけ早く終結させることができます。しかし、欧米はウクライナが事実に基づいて発言することを望んでいます。欧米がゼレンスキー氏のユニークな発言に寛容なのは、結局、ロシアがまだ彼にナイフを突きつけているからです。仮にウクライナの対空ミサイルが直接の原因だと判明しても、ウクライナと NATO の関係には影響はないでしょう。NATO はすでに、 ウクライナを同盟国という立場で見ており、いずれにせよロシアが真犯人です。ロシアがウクライナにミサイルを発射しなければ、このような事態は起きませんでした。今回、NATO は不足事態に慎重に対応する能力を備えていることを示しました。この件は、結果的には、NATO の重要な情報の流れの役割を実証し、将来起こり得る間違った判断の回避に役立ったでしょう。今日のニュースはここまでです。 私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご覧いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。